神様の女房は、高橋聖之助が表したドキュメンタリー小説、並びに、これを元にして、NHK が制作した、テレビドラマ。小説では、もう一人の創業者、松下夢の物語という副題がつく。経営の神様と呼ばれた、パナソニック創業者、松下幸之助の妻である、松下夢の視点から、 夫婦やパナソニックの歴史を紐解いていくという物語である。著者、高橋聖之助は、パナソニックの前身、松下電気産業で、孔之助に直に命じられて、松下屋出自となり、夫妻の最後まで見取ったという経歴を持つ。小説の内容は、多くが事実に基づいているが、一部にフィクションが含まれる。口述のテレビドラマでは、 可能な限り小説の筋書きに近づけている。ドラマ化にあたっては、NHK のドラマということで原作を観行した、ダイヤモンド社以外は特別なタイアップを行っていないが、コウノスケが起こしたパナソニックや PHP 研究所では、ドラマの放送時期に、コウノスケ関連の情報提供を充実させる、事実上のタイアップを実施した。なお、夢野の,の死後にその辞書。 何気もまた楽し松下幸之助と共に歩んだ私の人生という遺作が刊行されている。NHK の土曜ドラマスペシャルはで2011年10月1日から15日まで放送された。全3回。NHK においては2010年に放送された NHK 連続テレビ小説ゲゲゲの女房が好評を博したため、同じ女房の物語として期待された。 時は高子が主人公の松下宗の役。夫の松下幸之助役は、筒井道隆が演じた。宗野の父、井上聖太郎役を、津川正彦が、母の小松役を、野際陽子が、幸之助の姉の亀山岩役を、秋野陽子が、その夫の亀山長之助役を、石倉三郎がそれぞれ演じた。脇役をこれらの俳優が演じたことによって、 ドラマ全体に安定感が生まれたと評価された。メ野の弟で、後に、山陽電機を創業することとなる、伊上都市男役には、エグザイルの松本都夫が当てられた。第3話において登場した、メ野と幸之助の間の娘の松下幸子役には、新人の中西美穂が抜擢された。また、第3話には、渡辺大も出演した。神様の女房、 高橋聖之助ち著,著者に聞く。新 s p 1 h t t p n e a s j p c 0 0 4 l 0 0 0 8 m 0 0 6 0 s 2 2 8 4 0 0 4 h t m l 2 0 1 1年10月31日。閲覧。神様の女房特別編。ダイヤモンド社。2011年10月7日閲覧。神様の女房。 高橋聖之助。著者に聞く。新 s 4 p, p. C 4, s 4 h t t p n e e d s e j p 四0零 l 0 0零八 M 0零六零 S2284 手零零4四 HTML2011 年10月31日閲覧。AB 神様の女房高橋聖之助。著者著著著著に聞く。新 SP3HTTPnease.jp c004l0008m0060s2284de0043html2011 年10月31日閲覧脚本ジェームス・ミキシインタビュードラマとはトラブルなんです基本は対立だから夫婦の物語に絞りました神様の女房特別編ダイヤモンド社 phhttp コロンスラッシュスラッシュディアマン .jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ141472011年10月31日閲覧。ゲゲゲに続け。時は高子が神様の女房を。産経スポーツ。http www.sanspo.com 芸能ニュース11717 GNJ1 兆1071億7050万 4012N1HTM2011 年10月31日閲覧神様の女房主な登場人物キャスト NHK 同様ドラマスペシャルハット AB 筒井道隆だんだん似てきた松下幸之介神様の女房どう描く芸者との婚外し J キャストテレビウォッチ10月のお知らせ渡辺大、オフィシャルブログ、大それたことは言えません。パワードバイアメーバ。ありがとうございます。